薬用が PPP らしいな。ええ、覚えてなくてすいません。薬用が PPP。 さあ、いきます。孫さんの鬼 VS モンチャーサガット。そうですね、暴発防止で PPP に行く信念コマンドされました。この対戦は、まあ、立ち回りはサガットが非常に有利なんです。近づくまでは弾、でもこうやって近づいちゃったら鬼の火力があるんで、まあ、こうなっちゃいますよね。もう1回でこうなってしまうと。ただ今回あの置き勢も非常に強力だったんですけど鬼は、ただディレイスタンディングがついたので、そこでちょっとサガットは切り返しやすくなって。なるほど。そう言ってる間に、言ってる間ですね。本当に一瞬で火力で、押し込みましたね。ただ立ち回りがね、一回掴めるまでが厳しい。そうですね。モンちゃんが一回離れた時のモンちゃんに打ってます。これ近いな。あと今回杉山さん、あの、昇竜セビキャンマイナスがマイナス5になるみたいな話を最初に聞いた。なってますということで、ついに昇竜マイナスがセビキャンが安定じゃないと。そうなんですね。今もモンちゃん選手もしっかりバックステに切り替えてましたよね。ここも分かってることだったのか。壁際ね、ここで孫のコンボ、完璧だこれ。勝ったのは孫に。